チャッピ定点は、青森県東津軽郡外ヶ浜町あざ、民間屋達浜にある、北海道旅客鉄道の施設である、海峡線の青函トンネル内部にある、青函トンネルの青森県側の定点であり、道トンネルの海底部に位置する。非常時の旅客避難所及び、保線基地、トンネルの維持に必要な各種機械類の設置を目的として計画され、 1988年3月13日の海峡線開業時に、タッピ海底駅として設置された。吉岡海底駅と共に、青函トンネル内に設置された駅の一つであったが、一般的な意味での駅とは異なり、海底駅見学生利権を持った見学者以外の一般旅客の利用はできず、また非常時と係員以外、地上への出入りも不可能であった。 海底駅時代は当駅に停車する列車から下車して見学することも地上の青函トンネル記念館を経由して見学することもできた。ただし、記念館側から入る場合は体験行動の見学のみが可能でプラットフォームへ行くことはできなかった。逆に、当駅側から入った見学者は青函トンネル両飛車高線を使って記念館に上がった際に 袋のケーブルカーの出発時間までなら、記念館の外に出ることも可能であった。ただし、国道339号が、冬季通行止めとなる11月中旬から4月下旬までの間、同国道沿いに位置する、青函トンネル記念館も休館になる場合が多く、その期間は、駅の見学コース自体が設定されていなかった。見学コースは当初、 タッピ海底駅見学コースが設定され、両日記念館コースが追加、後に一本化された。北海道新幹線の工事に伴い、見学者向けの停車及び見学コースの営業は2013年11月10日をもって取りやめられることになり、最後の土日となる11月9日10日には、函館鉄車によるツアーが企画された。その後、あたり駅は2014年3月15日を、 もって、正式に廃止された。駅が廃止された後も、緊急時のために避難設備は残され、新幹線仕様の避難施設として改修された。当底点は、海面下135.0メートルに位置している。タッピ海底駅であった当時において、隣の吉岡海底駅が休止されてからは、日本一低い位置にある営業中の鉄道駅であった。駅としての営業を終了した後も、 国道339号の青函トンネル記念館から到定点の体験行動を見学するコースは存続している。ただし、当期は青函トンネル記念館が休館となり、体験行動の見学も休止となる。タッピ海底駅は相対式ホーム2面2線を持つ地下駅だった。退避線などは設置されておらず、列車の退避などはできなかった。休止される直前は、 特急、白鳥、スーパー白鳥のうちに往復のみが停車していた。本線に設置されていたプラットホームは在来線規格で幅は84センチメートルと非常に狭いものだった。これは避難用に新幹線規格の状態で設置された従来のホームと在来線列車との間には隙間があり、在来線列車とホームの間で転落する危険が、 あるとの判断から海底駅見学開始時に運輸省からの指導によってそれらを埋めるために設置されたものであった。駅の廃止後は新幹線車両の通過に支障を来たすため撤去された。旅客扱いをする特急、白鳥、スーパー白鳥では2号車のドアを非常ドアコックで開閉する珍しい駅であった。なお、快速、海峡が運転されていた頃は 箱館業1号車、青森業12号車の見開き、その他は締め切りされていた。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。両費改定益に関するカテゴリー。ありがとうございます。